いつも動画を見ていただきまして本当にありがとうございます。勉強をしていく中でご相談などございましたらお気軽にメールいただければと思います。もちろん無料です。この動画の下の説明欄にお問い合わせページの URL または私のメールアドレス記載しておきますので、何かご相談ございましたらいつでもお気軽にメールいただければと思います。はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、仏上大意と天体釈について解説いたします。今回お話しする内容は判例の内容となります。で、どういった内容かというと、抵当不動産が天体されている場合、天体量債権に仏上大意できるかということをお話しさせていただきます。どういう状況かというと、 A さんが債権者で B さんが債務者と考えてください。 A さんが B さんにお金を貸しました。で、お金貸したはいいけれども返ってこないと困るわけだから、 A さんは B さん所有の不動産、今回は建物と仮定します。建物に抵当権を設定してもらいましたと、こういう状況ですね。なので抵当不動産っていうのは、今回の事例で言ったらこの建物です。 B さん所有の建物、これがまず C さんに賃貸されました。 B さんが C さんに貸しました、この建物を。で、 C さんが D さんにこれを転貸しました、また貸しをしたという状況なんですね。で、この場合転貸料債権に仏上代位できるかということなので、転貸料債権がどれなのかを確認します。まず B さんは C さんに貸しているわけですよね。建物を貸しているわけだから、B さんは賃料債権を持ちます。で、一方で C さんはこの建物を借りたものをまた貸ししているわけだから、 C さんは D さんから転貸料、また貸ししたお金ですね、また貸しした賃料っていうイメージです。それをもらう権利があります。つまり C さんが転貸料債権を持っているという状況なんですね。で、この状況でまず B さんがこの借りたお金を期日になっても返済日になっても返さないという場合、 A さんはこの抵当権を使ってこの賃料債権からお金を回収しようとするんですね。これはできます。これが前回お話しした仏上代位の部分なんですね。これがわからない場合は抵当権の仏上代位の動画ご覧いただければと思います。B さんが借りたお金を返さないというのであれば、じゃあ B さんはこの建物、抵当不動産を C さんに貸して、そこからお金をもらっている、家賃をもらっているのであれば、その家賃で返してくれって A さん思いますよね。だから A さんはこの抵当権を使ってこの賃料債権を差し押さえて、ここからお金を回収していく、貸したお金を返済してもらうということができるんですね。なので賃料債権については仏上代位できる、これは当然ですよね。じゃあ C さんが D さんにこれまた貸しした、この抵当不動産が今また貸しされているわけですね。この C さんが持っている転貸料債権、ここから A さんはお金を回収できるかというと、答えはこれできないんですね。で、これはなぜかというと、あくまでも A さんがお金を貸したのは B さんですよね。つまり債務者は B さんなんですよ。だから B さんが持っている債権からお金を回収するっていうのは、これできるのは当然じゃないですか。B さん債務者だから。で、一方で C さんって、ここのお金の貸し借りなんか関係ない人なんですよね。もちろん抵当権がついている不動産をまた貸ししているっていう点では、もちろん関係性はあるかもしれないけども、関係性薄いっていう話なんですよ。なので C さんが持っているこの転貸料債権、これを仏上代位されるとなると、C さんかわいそうだろうと。そこまでするのは C さんにとって酷な話ですよね。だから C さんが持っている転貸料債権については、この抵当権を使ってここから回収することはできませんよ、仏上代位することはできませんよといった内容です。今回の内容っていうのは、抵当不動産が転貸されている場合、抵当権を使って転貸料債権に仏上代位することはできないっていうのが結論なんですけども、それだけ覚えるよりも、今言ったように C さんは債務者じゃないと、直接の債務者じゃない、そしていきなり A からこの転貸料、また貸しした料金を取られるっていうのは C さんにとって酷だから、だから仏上代位はできないんだよっていうところまで頭に入れておくと、
頭に残りやすいと思いますんで、ぜひそのように頭に入れていただければと思います。そして弊社は個別指導を行っております。具体例を入れながら理解をしながら勉強して1回で合格したいという方はぜひ個別指導をご検討ください。丸暗記学習だと何年勉強してもずっと落ち続けちゃいます。1回どころか2回、3回でも合格できない方って意外と多いんですね。なのでもう次の試験で合格したいという方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。